今からのところの背中触っていきますが、ここを、ここを、ここを、ここ、ここ、あ、ここ硬いですね。ここ、うわ、バキバキになってる。ここ、ここ。この辺がね、特に右側のこっち側とこの辺が硬くなってます。はい、で、このね、硬くなってるのってどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じなんですね。はい、で、それをね、今から生肉のように元に戻していきます。はい、で、この背中が硬いのって実は足から結構上がってくることが多いんですよ。はい、なので、しっかりちょっと足元から緩めていきますのでね。今からが本番です。この痛いけど気持ちいいぐらいの強さでね、ちょっと触っていきますからね。これぐらい。はい、大丈夫そうですか？痛いです。痛いです。大丈夫そうですね。でこの足の疲れが結構上がっていくと、はい、背中の方とかに肩こりになってしまって、はい、っていうこともあるんですが、あとお仕事からでもよく使われるのでね、はい、その辺からも来られてるかと思います。ちょっと硬いですね。痛い。痛い。ここここ。あ。ね、ここよく効きますよね。これなんでかって言ったら。はい。椅子に座られてると、はい、ここがこういう風に当たるので、そいつがね、硬くなってきてこう肩まで上がっていったりとかね。あ、この痛いところっていうのはどんな感じになってるかって言ったら、1週間ぐらい着た、白のカッターシャツの襟の汚れみたいな、そんな感じで。え、これ汚れてるんですか？汚れてるんです。溜まってる感じですか？汚れが溜まってる感じです。痛い痛い痛い。なので初めて来られてるので、皆さんなかなか納得しないんですが、これ2回3回続けていくと痛くなくなっていく。同じ強さでもですか？同じ強さでも。部屋とかでも1年間掘ってたら埃が溜まるじゃないですか。はいはい、人間の体も一緒なんですね。やっぱ定期的に掃除してあげたら、やっぱ綺麗。先生はそんなに力入れてて。全然力入れてないのこれ。あ、そうなんです。そう、全然力入れてないの。置いてるぐらいに近いぐらいです。でもめちゃめちゃ力入れられてると思ってるかもしれませんが、全然力入れてないの。じゃあ、はい、腕とかにお疲れは出ないんですか？出ないですね。あ、そうですか。全然まだまだ10分の1も出てないぐらい。あ、いや、ずっとそのあ、いろんな方に。大丈夫です、大丈夫です。全然入れてくださいよ。お好きな感じで。何されようと、逃げようと、また元に戻しますし、どんな格好されても、はいはいそうですねってしますし、大きい声で叫んでもそうですねって言いますし。で今からちょっとお尻を触っていきますが、はいはい、こう頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを、はい、背中の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまいやすいんですね。はい、なのでね、ちょっとしっかり広めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは、はい、痛いんですよね。頑張ってください。はい、足曲げますね。ここ、今までそんなお尻ないわって感じだと思いますけどね。
とこちょっと指で緩めていきますよ。そんなところが痛いのですよね。そうですね。でもすごいなんか効きそうな気がしますね。はい、ね、あの、はい、正常になっていくような気がしますですね。はい、当店あまり痛すぎるので、これで痛すぎてこ、初回でも心折れる人はもう二度と来ないですし、なんか、あ、効くかもしれないって感じられたら結構、効くかもしれないような気がします。ずっと絶対効きそうな気がしますね。効かせますけどね。あ、なんかあの、まっすぐになりそうな気がする。まっすぐにしてます。そんな感じですね。はい、ここはね、はい、まあ、取れるとお尻がちょっとヒップアップされるとか、あ、ここも痛いんだよね。あと、あの便秘とかね。あ、そうなんですか。はい、股関節ですか。股関節に効きます。そんな感じです。ここ押さえたらなんか前の方に引っ張ったりするじゃないですか、はい、今、はい、股関節の痛さも、改善したりします。あと膝痛とかも、ね、よいしょ、はい、よく耐えました。では、この痛い、痛い、存じ上げております。痛い、痛い、痛い。で、初めのカウンセリングの話に戻ると、痛いって言っても知りませんよっていう話になるんですよ。はい、でもなんか絶対効きそうな気が、効かせます。痛い、痛い、痛い、普通とかに効くやつ。あ、そうですか。痛い。お尻の筋肉っていうのはここついてるので、はい、ここをちょっとしっかり押さえておいた方がいいので、ちょっとしっかり押さえていきますね、ここ。はい、では下向いて休みましょうか。動けないよね。はい、これ枕取るよ。はい、はい。